皆さんこんにちは、ルーチェです。今回はシーズンの目玉アイテム、プガルの秒時計について話していきます。プガルの秒時計は現在使用中のシーズンキャラクターのレベルなどを引き継いで別のキャラクターに転換させることのできる優れたアイテムですが、初めてシーズンを遊ぶ人が適当にこのアイテムを使ってしまうと損することがある場合もあります。プガルの秒時計はうまく利用することで今後のプレイで様々な選択肢を取れるようになれるので、今回はプガルの秒時計の使用を細かく解説していきたいと思います。この動画を見るとプガルの秒時計について知ることができます。同時にシーズン専用クエストでもある簡素化依頼の利用方法についても話すので、ぜひ最後まで動画を見ていってください。ちなみに私のチャンネルでは PS4 版黒い砂漠を楽しんでいけるような解説動画を投稿しているので、チャンネル登録もよろしくお願いします。まず最初にプガルの秒時計の概要を話します。プガルの秒時計は現在育成中のシーズンキャラクターのレベルやスキルポイントを引き継いで新たなキャラクターをシーズンキャラクターに転換させるシーズン期間限定のアイテムです。プガルの秒時計はシーズンを早期卒業させる際に満たさないといけない条件の一つで、所持していると卒業するためのクエストが進行できないため、使用したり捨てたりして手元にない状態にしておく必要がありますが、捨てるのはもったいないので使用して条件を満たすのが一般的と言えるでしょう。次にアイテムの入手方法と転換の流れを解説します。プガルの秒時計はレベル25以上のシーズンキャラクターでプガルを通してシーズンプガルの特別な秒時計を受注することで手に入れることができます。転換の流れはまず現在のシーズンキャラクター A と新たにシーズンキャラクターとして転換させたいレベル25以下の一般キャラクター B を用意します。次にシーズンキャラクター A の装備をすべて外し、一般チャンネルでプガルの秒時計を使用すると転換画面が表示されるので、転換させたい一般キャラクター B を選択して三角を押すと転換が完了します。転換完了後はキャラクター A は一般キャラクターとなり、キャラクター B はシーズンキャラクターになります。今回の動画ではシーズンキャラクターはメグ、一般キャラクターはジャイアントを使って紹介しました。プガルの秒時計を使用したことでキャラクター A のメグは一般キャラクターとなり、レベルやスキルポイントはそのまま維持されるので、引き継ぎというよりコピーに近い形をイメージしてもらえればいいと思います。新たにシーズンキャラクターに転換したジャイアントを確認すると、キャラクター選択画面のところにシーズンのマークがつき、レベルが引き継がれて61レベルになっているのがわかります。ここで注意してほしいのはスキルポイントの引き継ぎに若干の誤差がある点です。これはクエスト報酬やシーズン専用アイテムのシーズン風のそよぐ秘伝書で得たスキル経験値が反映されていないためです。風のそよぐ秘伝書は各エリアの全クエスト終了後に受け取れるアイテムなので、本来であれば転換後のキャラクター B でメインクエストを進めていく必要がありますが、簡素化依頼と呼ばれるものを進めることによってメインクエストの手間を省くことができます。簡素化依頼を受けるにはキャラクター B でベリア村までメインクエストを進め、バレノス村に垂れ込めた暗雲をクリアしてある状態であれば OK です。このクエストをクリアした状態にしておけばプガルの秒時計を使用してキャラクターを転換した直後からすぐに簡素化依頼を受けることができます。この状態で転換後のキャラクター B で NPC のアルスティンに話しかけると、メイン依頼簡素化依頼のどちらを進めるか選択画面が出てくるので簡素化依頼を選びます。簡素化依頼を選択したらプガルに話しかけると依頼を達成できるので、
引き続きプガルのメイン依頼タブから受注できるクエストを進めていきましょう。報酬で鳴る装備を受け取ったら闇の精霊を呼び出し、メイン依頼タブから特別成長プガルの微暴録を選択すると簡素化依頼がスタートします。クエスト内容はキャラクターのレベルを上げるといったものなのですが、プガルの美容時計によってキャラクター B は成長しきっているので、闇の精霊を通じて依頼を受ける、会話するの繰り返しでどんどんと進めていくことができます。同時に闇の精霊のプレゼントも受注しながら進めていきましょう。闇の精霊のプレゼントは報酬にスキル経験値が付属されているためです。プガルの美貌録は11章までありますが、最後はプガルを訪ねて簡素化依頼は終了です。簡素化依頼の進行によってメディア地方までのクエストをクリアしたことになり、報酬で風のそよぐ秘伝書なども手に入るので、これを使用することでキャラクター A のスキルポイントとほぼ同じにできると思います。ここまで進めたら、あとはトゥバラ装備をキャラクター B に引き渡して転換完了です。各種装備は倉庫経由で引き渡せばそのまま使用できますが、武器装備類に関してはキャラクター A の武器をキャラクター B の武器に転換させる作業が必要になります。プガルの秒時計使用後、キャラクター A であるメグのバッグ内を見てみると、トゥバラ装備交換券が入っているので、これをキャラクター B に渡して使用しましょう。メグの武器装備類をジャイアントのものに転換することで全ての引き継ぎ作業が完了します。最後に初心者におすすめするプガルの秒時計の使用タイミングを紹介して動画を終わっていきたいと思います。プガルの秒時計は成長したキャラクターをその名の通り秒で作ることができるアイテムなので、使用するキャラクターが成長していれば成長しているほどお得です。先ほど紹介した簡素化依頼をスムーズに進行させるためにも、できるだけレベル61以上、スキルポイント1000以上の状態になってから使用するのがベストです。初心者はトゥバラ装備の強化にも時間を要すると思うので、この目標に向かってシーズンイベントを頑張ってみましょう。シーズン期間終了が迫っていた場合は、プガルの秒時計を使用後は簡素化依頼を選択するルート、シーズン期間終了までの日にちに余裕がある場合は通常ルートを選択するなど、自分のプレイ環境で変えていくのもありだと思います。プガルの秒時計で転換したキャラクターはとりあえず作っておくだけでもサブキャラクターとして運用できるので、アイテムを無駄にしないようにしましょう。それでは本日のまとめです。今回はプガルの秒時計の使用方法と簡素化依頼について話しました。具体的にはプガルの秒時計の概要、入手方法と使用時の流れ、使用後のキャラクターの確認と簡素化依頼の進め方、プガルの秒時計を使用するタイミングについて解説しました。今回の動画は本来シーズンの卒業に関する内容を投稿しようと思っていましたが、卒業条件の話をまとめていくうちにプガルの秒時計の解説をどうしても挟む必要がありました。一度に解説する情報量が多くなると初心者の方にとって逆に分かりにくくなる可能性もあると思ったので、シーズン卒業とプガルの秒時計の話を分けることにしました。次のシーズンの終わりには再度卒業についての動画を投稿できるように努力するので、応援していただけたらと思います。この動画が黒い砂漠を遊び始めた人の参考になってくれたら幸いです。今後も PS4 版黒い砂漠をプレイする上で役に立つ情報を発信していくので、この動画が良かったよと思った人は高評価、チャンネル登録をお願いします。
それでは皆さんまたお会いしましょう。ありがとうございました。